どうも、リョポンタンゲーム実況でーす。最初の、なんて言うんですか、オープニングって言うんですか、お気づきになりましたかね。ある人に動画を作ってもらって、今回の動画からあれをつけようかなって思ってます。で、ちなみに作ってくれた方っていうのが、この間一緒に、動画を撮ってくれた、クマさんなんですけど、その人が作ってくれた感じになります。なんか普段僕と一緒で結構おっちょこちょいな方なんですけど、結構なんかこういうのを作るのが結構得意みたいなので、ちょっとぜひすごくいいやつなので使わせてもらおうかなと思って、今回から使っていこうと思います。で、今回なんですけど、この間ネザーに行った時に要塞があったんですけど、今回はなんかパート20でなんかキリもいいし、激しめなことをしようかなと思って、要塞に攻めようかなって思ってます。あ、で、その要塞に行くためにもう装備はこんな感じでガチガチに固めてありますね。で、まだ足と、なんて言ったらいいんだろう、この下の部分、下半身がまだエンチャントはついてないんですけど、一応頭とこの上はね、エンチャントつけたんですけど、下はまだついてないんですけど、いやでもね、これぐらいね、固めておけば問題ないでしょうということで、ネザーの方に行こうと思います。あれ、そこ土あったよね。あ、あったあったあった。じゃあ今回は要塞を攻めに行って、チェストとかをね開いて、お宝なんかあったらいいなーって思ってるんですけど、まずね、第一の目標はもうやられないっていうのを目標。うわ、ガスト2匹もいる、やば、怖で、待って、エンダーパール欲しい、エンダーパール欲しい。多分この装備だったらエンダーマンもそんな問題ないよ。マジ2回で倒せるんだ。あー、でも、エンダーパールは落とさなかった。え？あ、まだびっくりした。まだいんのかと思っちゃった。エンダーパールは、え？あれ、エンダーマンまたいる？お、すごい。一気に、2匹も見つけた。よし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 。こい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 。え？あー、待って。油断してるとね、危ないからね。エンダパールちょうだい、エンダパール。おお、やってた。しかも、最後あれ、落下死だよね、多分。落下死で、エンダーパール落としてくれた。ラッキー。あ、で、ここに、要塞がありますね。前回、来たのいつだっけ？パート8とかかな？だから、パート10何ぶりに、来ましたね。要塞。お、あれもちょうだい。あ、ダメ、そっち行っちゃダメ。届かなくなっちゃう。こっち来てくれ。ああ、こいつ。こいつはね、装備強くて油断できない。ああ、頭落とさなかったか。待って。よしよしよし。あ、スケルトン待ってるとこ届かないよ。あ、そうだ、指持ってきてるじゃん。え、なんかこっちめっちゃ塞がれてる。うわ、しつこいな、こいつ。うりゃ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 。もうスケルトンとかもう、この装備だったら、めっちゃ余裕ですね。あれ、これ、ガスト？もう鳴き声が怖いよ、ガスト。あるかな、チェスト。まだ本当に要塞の中に関しては、一切何も見てないんで。おー、頭ちょうだい、頭。ちょっとぜひ、頭ゲットしたら かぶりたいな。あ、ノックバック、うぃ、待って、危ねえ、ガスト。第一油断できないな。あ、やばい。もう自分がどっから来たのかよく覚えてんだ。あれ？あれ、今こっから登ってきましたよね、自分。ってことは今先はあんまないのか。え、こっち行ってみようかな。これ確か壊れちゃうよね、このままだと。あ、そうだよね。あ、そっかそっか。グローンストーンダストっていうのになるのか。あれ、確かシルクタッチで壊すとそのままあれ手に入る感じですよね。あ、これなんか土かなんか持ってきてこっち行ったよっていうのを分かるようにすればよかったな。ちょっと一回あれ取ってこよう。
何でしたっけ、あの赤い、そこら辺にある赤い、あのめちゃくちゃポロロロロって取れるやつ、あ、これこれで行った場所行ってない場所印つけとこう。絶対迷うからね、あの座標が出ててもあれこっち行ったっけなみたいな感じに、多分自分方向音痴っぽいんで、ちゃんとつけとかないと。あー、ブレイズが 2体もいる。あ、でもあれだね、防具強くしたからほぼ効かないや。あ、こっちは特に何もなしだから、これでこっちは行ったよっていうのをね、目印としてここに立てておいて、こっちは行きました。じゃあ次こっち、あ、また、あ、なんかこっちす、え、すごい、なんかめちゃくちゃちゃんとした作りになってる。え、こっちチェストありそうだよね。こっち行ってみようか。あ、なんかこの角っちょにありそう。え、あ、ない。わー、あ、すごい、めっちゃ下続いてる。わー、これ、あ、これなんだっけ、このなんか赤いやつ。これって幸運で取ると増えたりすんの？あ、特にしないんだ。あ、そうネザーボート、これ何個か集めていこう。あ、これでも育てる時って確かこれじゃないと育たないんだよね。これも何個かもらっていって、お、え、なんかめっちゃ下だねこれ。あ、でもチェストが全然ないな。おー、分かれ道だ。おい、なんか敵もでもいない。あ、こっちはあれだね。うわ、やっぱマグマだ、すごいな。あれはもう落ちたらおしまいだな。じゃあこっちは行きましたと。でこ、あ、でもこっちもあれか、同じ感じだね。なんかこういうところすごいチェストあると思ったんだけどな全然見つかんないや。あ、でもこっちはなんか、あ、え、全部行き止まりじゃん。じゃあこっち、なんか意外、なんかこうしっかり作り込まれてるところはすごいチェストある感じだと思ってたんだけどな。え、やばい、このままじゃ、待って、何も収穫なしで終わっちゃうじゃん。ただ要塞うろついてるだけ。あれ、これ上行ってないね。おいるいる、あいつがいる、ブレイズ。まあもうね、このやつね、この装備だったらね、全然怖くないですよ、ほら。あった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 。じゃ、記念すべき最初のお宝開けようと思います。オープン。やっぱダイヤモンドの、これ馬鎧でいいのかな。これもう大当たりでしょ。あ、これちなみにあの馬につけると防御力が上がるみたいな感じ。そこ人間と同じの。やった、これ大当たり。そこにもう2個目が見え、お、待って待って、今来てる。じゃ、こっちから行こうかな。奥はこれ行き止まりな感じかな。あー、行き止まりですね。じゃあそれを開けていこうと思います。やばい、これ開ける瞬間ほんと楽しみだよね。行きます、一斉のせて。あー、なんかこれは微妙だな。これパート8とかで来てたら、あの金の延べ棒だっけ、結構嬉しかったんだけど、今ピックマンドラップがあるからね。あ、これも行き止まりで、あ、行き止まりだよね。じゃあ行きます、せーの。待って、やばい、今回めっちゃ大収穫、一気に2つ手に入っちゃったよ。やべえ、いいな。ダイヤモンドの前ね、作ったりできないんですよ、あれ。こういうところで見つけたりしないと。すごい。そう、油断してるとね。あ、でももう2回で倒せちゃうもんな、こいつも。あれ、こっち、あ、これも行き止まりだね、行き止まり。あれ、あ、こっち来た方か。お、あ、これは何もなしだね。こっちにあとは何かあるか。あ、おブレイズが待ち構えてる。あ、やってやろうじゃん。もうね、今の装備じゃねえ、お前らのことね、全然怖くない。一撃。お、来た。あー、やばい、そう、こいつ攻撃食らうとなんかこのちまちまダメージを食らう、これなんて言うんだろうね、これなんか右上になんかハートがなんか傷ついたマークがつくと、なんかそうちまちまやられちゃうんだよね。あー、やっぱり頭落とさないな。なんかあいつ、なんだっけ、
ウィザースケルトンの頭みたいなのを、なんだっけ、おっと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 、なんか 1% ぐらいだっけの確率で落とすんですよね。できます、せーの。あでも鉄は嬉しいな。鉄は本当に足りてないんだよな。え、これどうしよう、上行ってみよう。こう、え、なんかここすごい面白い。え、でもこれ行き止まりだよね。ここは行き止まりだ。じゃあここはもう、あーこっちも行き止まりか。なんかちなみに掘る、あーなんか結構奥深いから、いや、これ少しもらって、あーびっくりした、自分で掘ったのか。焦った。まあ、ああいう穴からマグマ内部とかいきなりあるからね。ゾンビピックマンは攻撃しないようにして、あ、こっちも行き止まりだね、これはね。あ、でもこっちも行き止まりだね、あれね。え、こっちはどうかな、なんかあるかな。あ、これも行き止まりだ。なんか意外と行き止まり多い感じだね。あ、こっちはまだ、え、でも、あ、でも分かれ道あるね。お、こう、あ、これだけなんもないね。あとこっちから、あ、なんか意外と道が複雑。あ、こっちまで続いて、あれ、あ、これも来たところか。あれ、こっち、あ、これはでも道が続いてるのか。じゃこれ一応開けといて、でもなんかまだ全然全体は見渡しきれてないけど、え、これあれかな、意外と長いから、じゃあパート20はこれで終わりにして、パート21でもう一回続きをやろうかな。これやっぱ広いね、やっぱ要塞はね。あれがあった、スポナーがありまして、スポナー、あ、やばい、タイム、待って、どっからどっからどっから、え、あれガストのあれ当たるとスポナーって壊れちゃうのかな。だとしたら壊されないようにしたい。待って、やめて、まだいる、あー、いるな。一回湧かないように、待って、あのガストすごい嫌だ、やめて、一回湧かないようにしとこう。じゃあこれいいのも見つけたし、これで終わりにしようかな。じゃあパート20はこんな感じで終わりにしようと思います。で、次回パート21も要塞をもうちょっと探検しようと思います。では、ご視聴いただいた方ありがとうございます。ぶれ、ゾンピックも殴るとこだった。ご視聴いただいた方ありがとうございました。